自宅をし、そして敗戦となったわけでございます。そして今、私もつまびらかに承知をしているわけではございませんが、ポツダム宣言の中にあった連合国側の理解、例えば日本が世界征服を企んでいたということ等も今ご紹介になられまして、私はまだその部分をつまびらかに読んでおりませんので、承知はしておりませんから、今ここで直ちにそれに対して論評をすることは差し控えたいと思いますが、いずれにせよですね、いずれにせよ、まさに、